せーの、こんにちは、なみきょぶです。はい、今回はですね、先日になんとディズニーランドのねチケットが取れたので、久々に家族で行ってきました。イエーイ。それでですね、ディズニーのお土産の企画をね向こうでやってきたので、今回はねその買ったお土産を紹介していきたいと思います。それでですね、今回はちょっと特別なルールをつけてやってきたんですけど、お土産屋さんでみんなそれぞれね好きなものを3つ買ってきました。ただ、その3つの合計金額が一番高かった人だけ自前になります。っていうルールでねやってきたんですけど、だからそれぞれねみんなね、一人一人買ったから、みんながね何買ったか、みんながいくら買ったのか分かんない状態なんですよ。だから、それをね今から発表して誰が自腹になったのか決めていきたいと思います。イエーイ。それでは早速やっていきましょう。レッツー。はい、それではまず三女ゆめちゃんからね発表してもらいたいと思うんですけど、準備はいいですか？はい、はい、それでは嫁さん、一つずつですね、お願いします。はい、どうしよう。一つ目、こちら。はい、こっちちょっと雨濡れちゃったんだけど、これは、まあ、なんかディズニーといえばミッキーじゃないですか。で、今コロナの時期なので石鹸がみんな使うから必要なのかなって思って買いました。はい、これあれだよね、ディズニーのミッキーのマークになってる。これうまくできないときある。すごい、それはあれか、じゃあ家族で使えるように、ね、家で練習できんじゃん。はい、お値段は、お値段は1300円です。やった、メモ帳バッグに付けて、なんかこれは可愛かったから、すごいね、なんで。はい、お値段が900円です。結構いいね、いい感じで。ゆめの3つ目、最後ですね、こちら、じゃん。こちらはファイルを買ったんですけど、これ、あのベルとかセット、セットのやつか、すごいね。で、学校で使ってね、学校で使えるし、めっちゃ可愛いなって思ったから買いました。はい、値段が940円です。おー、4枚で940円です。じゃあ、ゆめが3つ並べて、はい、ゆめが買った3つです。はい、それでは三女ゆめちゃんの合計金額、おう、3140円です。やばい、暫定1位。はい、それでは続いて三男、はい、お願いします。いきます。大の一つ目、てれん、ふーさんのミキサー車。何ですか、何ですか。これは、まあ、ドン君のために買ったんですけど、まあ、ディズニー行ってね、ドン君結構プーさん気に入ってたので、そうだ、ね、今回プーさんの車を買いました。プーさん、プーさん、はい、お値段1100円です。高ー、1100円すんの。はい、やば、はい、めっちゃ可愛いです。次いきます。おう、タイの2つ目、こちら、デリー、プーさんの、我慢口の、財布です。おこれは、まあ、小銭入れに使おうかなと思って、あ、自分で使おうか、前今持ってるやつがもうちょっと古くなってきたので、うん、新しいの欲しいなと思って買いました。はい、お値段が2000円です。やばい、あと40円で。めっちゃ可愛いこれ。はい、いきます。2人の3つ目、デリーン。おー、
天の、7本入りのやつですね。すごい。そうです、これは、兄弟で分けてちょっと待てよ兄弟で分けて使おうかなと思います。お値段2000円です。2000円以上ですか？以上です。はい、三段タイの合計金額5100円でございます。待って待って、みんな言ってない？暫定1位です。暫定1位ちょっと待って、やばいしさ、ちょっとなんかやばいやばいやばい、いや、なんかいい感じが上がってて、ゆうがいがいけない。真剣戦のプル。はい、それでは続きまして次女ゆうほお願いします。はい、ゆうほが買った一つ目はこちら、じゃりーん、ボールペン4本入りのボールペンですね。おー、かわいい。3本だけだぞ。あれ、ちょっと、あれ、ちょっと、あの、おかしいな。あれ、自分で買ったの？男子4人分か。あー、なるほどね。あー、それ、ユーメのは？ちょっと、あのね、これはね、UFO はもうなんか、値段とか気にしないで、もう好きなもの取っちゃった感じですね。だから、これを買いました。これのお値段は、2100円です。もしかしてこれ自分に全部使うの？いや、みんなのは？あれ、ちょっと はい、すげー。次、ユホの2つ目はこちら、キーホルダー。これはなんで3個？あれ、ちょっと足りないな。あれ、ユホが足りないな。あれ、3か。じゃあ俺ウッディね。これは UFO がトイストーリーが好きだから買いました。めっちゃ可愛かった。はい、これのお値段は2000円です。2000円。高すぎ。はい、いいですね。今4100円くらい。UFO の3品目こちら。何しようか。これは高そう。なんか高そうだね。マジ？水筒ですね。トイストーリーとかやってるんで。確かに。そう、トイストーリー好きだし、フォーキーがいたから。フォーキー好き。これにしました。はい。で、これのお値段は2700円でーす。やば、高いよ、UFO 結構。結構攻めたね。高いね。結構攻めたね。やばいやばいやばい。はい。それでは次女ユーホの合計金額は、絶対正解してるんですか。6800円です。ちょっと待って、これやばくないよ。ほけんこバカなんだもん。ユーホーモミー。はい、それでは続きやっていきたいんですけど、続いて次男のセイくんお願いします。はい、はい、まず次男の1品目、こちら、じゃじゃーん。はい、これはね、ちょっと開いてんじゃねえか。盗んできました。フナウスで、はい、あのディズニーの方で使っちゃったんで開けちゃったんですけど、こちらシャボン玉、ナビエルのなんかシャボン玉の出るやつで、こんな感じに出ます。イエーイ、パリッとだね。しかもこれベタベタしないんで。そう、液体が結構ベタベタしない。そうだね。はい、今から怒られる。はい、お値段、この税込みじゃなくて2200円です。2200円。あれだよね、ドン君に買ってあげたんだよね。そうですね、そうだね、ザドン君用ですね。はい、続いてこちら、じゃじゃーん。かわいい。かわいいね。え、かわいい。カーズの靴下。かわいい。赤ちゃん用です。今日じゃあドンクニかな。はい、おー、ドンクニ買ってます。お値段が2100円です。2100円。はい、ラスト、こちら、じゃじゃーん。服じゃん。服です。あ、そう、どんの？なんか知ってる。全部ドン用ってこと？全部ドン用ですね。全部ドンって買いました。90cm。トレーナー、お値段3400円です。意外と買ってないし。以上で。以上です。
さすがですね、全部ドンくんに買ってくれてるというまあね、なんか、うん、自分用で買いたかったんですけど、なんかあんま欲しいのなくて、一つだけあったんですよ。なんか、スワロフスキーのシンデレラ城かな絶対高い。500万円500万円さすがにちょっと無理だったんで、まあ、全部ドンくんに買いました。はい、ということで次男、セイの工芸金額7,700円です。すごいね、全部更新するよ、ダンペイチーが。ストライク。はい、続いて長女ユナ、お願いします。はい、はい、まずユナの一品目、テープのりです。ベイマックスのテープのりです。すごいね学校で使えると思って買いました。値段が780円。安い。安い。めっちゃ可愛い。中身は普通に売ってるってこと？うん。ディズニー限定じゃなくて。うん、多分。説明。じゃあ。ユウの顔としてマジ可愛くて、ずっとなんか欲しかったので買いました。顔とした。つけなかったよね。一回もね。あ、学校につけてくる。学校に。値段が1,900円。まだまだ安い。まだいいよ。この家ね、もうちょい。それなんだっけ名前。スリンキー。スリンキーか。はい、最後。じゃあベイマックス。ベイマックスのなんだっけこれ。コロコロ。コロコロ。なんか取っ手？取っ手？が。めっちゃ可愛くて、で後ろも柄がついてる、うん、でお部屋をきれいにするんです。するんですね。はい、から、あ、違う、値段が1,600円。抑えたね、ゆうな。はい、それでは長女ゆうなの合計金額4,280円です。おー、やべー。暫定セイが1位ですね、今のところ。4,280円。 UFO が2位。はい、それでは最後にね、長男の僕が発表していきたいと思います。今がね、暫定次男のセイが7700円で1位ということで、もう長男と次男の戦いになりましたね。まあやってくれるでしょう。そうなんです。それでは一品目発表したいと思います。なんか怖いんだけど。一品目はこちら！ベイマックスの手！めっちゃかっこよくないこれ。これはね、もうね、あれなんだよね。行く前から絶対買うって決めてたんですよ、これ。それ枕にできるんです。そうなの。これね、クッションになるんだよ。だから、授業中これ持ってって、こうやって寝る。強い。おすすめでございます。強い。ない。確かに。貸してもらおう。はい。それでは、お値段が2600円でございます。おお、でも意外と意外と。はい、それでは2つ目ですね。こちらでございます。うん、かわいい。メモ帳のセットですね。ね、もう1個使っちゃってます。仕事でね、新人なんで、メモいっぱい取るんで、これを買いました。なるほど。こちらお値段1500円です。おお、無駄手見てるとせよ。はい。かわいいね。今のところ4100円でございます。やばい、最後の1つにかかってますね。めっちゃ高くないですか？これは。危ないですよ。長男対次男、どっちが勝つのか。いや、勝って嬉しくないのか、でもこれ。確かに。3つ目いきます。3つ目がこちら。何それ？何でしょう？この高級な箱は何？めっちゃ高そう。めっちゃ高そう。うわぁ。え？何高そう。Thank you, Disney VZO って書いてありますね。大丈夫です。やば。こちらですね、なんと。はい、ネクタイでございます。かわいくない？めっちゃかわいいけどさ。ね、まあ社会人でスーツも着るということで、新しく、ね、ネクタイを買いました。そこがね、プーさんのね、あの蜂のデザイン見えるのかな。ミキかチミキかと思って。めっちゃかわいくない？はい、いきますよ、こちらお値段を発表したいと思います。これ
これがドッグンドッグンこちらお値段5400円です。ということで合計金額長男回9500円でございます。全部自分に買いました。家はま家族には一切買っておりません。なので自腹でも大丈夫です。結局分けるよ。今日も運ぶ戦う増える、そして食べられる。私が来た。今日も運ぶ戦う増える、そして食べられる。私が来た。はい、ということで全部発表し終わりました。イエーイ、見事長男の大金が9500円自腹になりました。おめでとうございます。はい、この企画結構面白くてですね、まあ自分の好きなものをね3つ買えるんだけど、やっぱり金額一番上いっちゃうと自腹になるから、まあ抑えないといけないっていう、ちょっとドキドキ感みたいなのがあってね、面白かったです。みんなどうでしたか？なんか時間が15分までしかなくて。あ、そうだね。時間設定もしたのか、一応。で、短くて、でも高いところ行かない店もあったから、うん、何買えば分かんなくて、でも自分に買うのもちょっとあれかなと思って、みんなの買って、他の店行って、安いの買ったんだけど、ちょっと怖かったかなって。でも楽しかった。偉いね、でも。うん。いや、みんなに買ってるのは偉いと思います。めっちゃ楽しかったけど、めっちゃ怖かった。まあそうだね、これ発表やるまでめっちゃ怖くて。まあでも大丈夫です。こういう時は長男と次男がお金を出します。だけど、まあ、いや、お金が出ることを信じて、自分の欲しいものいつもなんか買わなそうな高いやつを買ってよかったと思います。はい、なんかめっちゃドキドキもあったけど、自分の欲しいもの買えたのでよかったです。はい、今日の動画はここまでです。最後まで見ていただきありがとうございます。今日の動画良かったと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。首を絞めた自分で。バイバーイ。